人魚の伝説はおとぎ話のように美しいものではありません。残酷な法則に翻弄される人魚一族は女尊男卑社会を築き、この海域で繁栄しました。水地の血が流れている女王は海原の海撃で潮汐の力を操り、絶対的な支配権を持っています。その血を引き継いだ姫しか力を受け継げないと決められており、それ以外のものは普通の人魚と同じく国に忠誠する道を歩むしかありませんでした。千姫は女王の子供でありながら水地の血を引き継ぎませんでした。時がたち、もう一人の姫が生まれました。衛星の海の守護者、潮汐の力を操れる水地の霊姫。しかし不幸が訪れました。子供を産んだ後、女王は自分の夫の霊力を吸い取る決まりがあるのです。命を捧げることを拒んだ国王は、女王が衰弱している木に乗じて暗殺し、死体を海辺に捨てたのです。衛星の海を支配しようとする国王は水地の力を狙いました。しかし霊姫の姿はどこにもありませんでした。唯一水地の血を引き継いだ姫は行方不明になってしまったのです。本来妻を失った男の人魚は体が徐々に女性になっていく決まりでした。それを利用して国王は女王になりすまし、最悪で夫と姫を失い力を使えなくなったと国民に言ったのです。潮汐の力に守られなくなった衛星の海は数百年を経て氷に封じられ、人魚たちも徐々に希望を失っていったのです。あなたが母上を。そうだよ、血の定めなどバカバカしい。選ばれなかったからといって黙って命を捧げないといけないのか。違うだろう。ご覧、千姫、水地の力さえ奪い取れば由緒正しい血筋を持たない私でもこの力を使えるではないか。あの女王に代わってこの衛星の海と、ここに暮らす民草を救えるのだ。今までと何も違わないじゃないか。違う！あなたが力に溺れなければこの海はそもそも氷結されることなどなかった。あなたのしたことは民のためなんかではない、あなた自身の欲のためだ。あなたはこの国を、みんなを犠牲にした。そなたなら理解してくれると思っていたが、善姫、選ばれし者に対する妬みと恨み、がむしゃらに自分自身の価値を証明したい気持ちを、よかろう、もう過ぎたことだ。たった今、私はこの海を支配する力を手に入れた。考えは甘かったな、陰陽師。術で私を海撃から遠ざけても力が流れてくるのを止められなかったようだ。最後の継承者を排除すれば、潮汐の力は完全に私のものだ。レイ！
なたは。私の力になって、レイを、みんなを守って！水地の力を持っていないそなたが。そうか、そういうことなのね。力は守るためにある。あなたも私も間違っていたかもしれない。千姫、その手。私は平気。ただ氷結がまた進んでいる。どうやら国王は鈴鹿御前から水地の力を完全には奪えなかったようですね。無理やりに使おうとした長石の力が自分に跳ね返っただけではなく、長石の流れまで乱してしまった。このままだと衛星の海はもうすぐ永遠に氷に閉じ込められてしまうでしょう。敵を使って、どうやら水地の血が流れているものだけその力を思う通りに使えるようだ。皮肉な掟だ。私が使うわ。バカなこと言うな。衛星の海を蘇らせる衛星を唱えればあなたの命は削られてしまう。その手の怪我を見てみろ。これ以上無理したら取り返しのつかないことに。それくらい分かってるわ。あなただって術に力を吸い取られたでしょう。今のあなただって力を使えば無事ではいられない。あなたは自分の居場所を見つけた。何としても守りたい人もできた。私にはここしかないの。ここは私が守るべき場所。この海を絶対に見捨てたりしないわ。それが私の生きる理由。私のわがままだけど。行かせてあげましょう。彼女はずっとこうなることを願っていました。これは千姫自らが選んだ人生なのです。